ブルーノスクリーには、アルゼンチンブエノスアイレス州出身のサッカー選手。CA リーベルプレート所属。ポジションはミッドフィールダー。同じくサッカー選手のフランコスクリーには実刑。ラシンクラブのユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年2月13日、クラブでヒムナシアイエスグリマラプラタ戦でプロデビューを果たした。2014年2月13日、同年の夏から、 マンチェスターシティ FC に移籍することが合意し、8月8日に正式にクラブの一員となった。加入2日後の FA コミュニティシールドに途中出場し、シティでのデビューとなったが、チームはアーセナル FC に敗れた。同月14日、バレンシア CF へ期限付き移籍することが決定した。しかし、バレンシアでは1試合の出場に止まり、2015年1月30日に、 レンタルを打ち切り、直後に、コレドバに、レンタル移籍した。2016年8月29日、ラージョ・バジェカーノにレンタル移籍した。2017年1月20日、セリエ B のエラスベローナに、レンタル移籍した。セリエ B で16試合に出場し、セリエ A 昇格に貢献し、2017年7月11日に、完全移籍した。 U-20 アルゼンチン代表として2011年1月2011南米ユース選手権に出場し2ゴールを挙げる活躍をした。ありがとうございます。